さあ、やっていきましょう。シェンムー実況パート50です。もうお乱定え、そんだけ喋りを中断させてまで、オープニングコールを中断させてまで待ったのに。おろえ、これでいいんか。いつもこうか。雪でも降ったかなと思った。7時半、早起きでもねえわ。もうこんな時間か。パキパキ。ランテはまだ港にいる。ほふりに行く。ランテに仕返しりゃいいのか。実際問題、父親の敵だってランテ殺しゃいいのか。それでその解決法でいいのか。果たして一人で挑んで一人で倒して一人ぼっちじゃないか。最後仲間がいたらまだなんかね、魔王を倒すにしてもさ、魔王を倒すにしても仲間を連れていくから人仕様なんであってさ、プロセス大事じゃない。一人で戦い挑んで一人で勝ったからさ、なんかね、まあ復讐ってのはそんなもんかもしれないけどな。復讐に巻き添いを、巻き添いっていうか、みんな腕を磨くんだぞ。個人的な復讐にいろんな人を巻き込むのはよくねえっていう、それもわかるけど。準備はいいな。 You're ready? それもわかるけどな。まあでもある意味男らしいか。一人で挑んでるな。じゃあ願わくば物語の過程の途中で乱亭はいつの間にかなくなってて、乱亭はいつの間にかなくなってて、別の目的に向けてこの葉月を歩んでいってほしいな。最後乱亭倒して終わりじゃ、なんかそれじゃあここまで作ってきた世界がなんだかねみたいな。それ以上の何か幸せを見つけてほしいな、ね、こんなにいろんな、こんなになんかWhat's a beautiful world なのに。What's a beautiful world なのに。ただ、ランテを倒すためだけの目的のために、日々を過ごしちゃいけない気がするな。説教めいたことよ。説教めいたこと。それで幸せになれるんだ。ではないか。この沼久保が邪魔する。小食の沼久保が一番誰なんだ。あっ、ちょっと曲がりきれんかった。致命的な曲がりきれんかったから1位になりたい。1番になりたい。ちょっと邪魔すないで。相当根に持ってる。対抗心を持ってるね、あいつは対抗心を持ってる。ちめっちゃガシガシぶつけてるけど、フォークリフトの性能はこちらの上のようだ。どうやらナンバー5のフォークの性能は上。トータル3分切れればみたいな血になるとこんなんないかな。いや、いいコーナリングしてるんだけどな。1位の背中が遠いぞ。実況プレイ動画っつってんだから、やっぱこの喋りもさ、あのカーレース用の喋りができたらプロなんだろうなって思うけど、カーレースあんま見ないからなんて言ったらいいかわかんねえな。競馬じゃないもんな。カーレース実況とかボソボソ喋りになっちゃいますね。うわぁ無理だ。1位が遠いわ。何秒ぐらいでいきゃいいんだろう。何秒差ぐらいなんだろう。うん、なん遠いね。よく頑張ったな。惜しかったな。もうちょっとだったよ。もうちょっと。じゃあほら、これが商品だ。沼久保が邪魔しなければ。沼久保だったっけ。沼
覚悟じゃなかったかもしれん。さあもう仕事の時間だ。ヤギ沼、あのちょっとヒゲの生えた白い服着たカーキ色のパンツを着た、ちょっとヒゲの生えたカーキ色のパンツを履いた、あの今日もよろしく、あの人の名前がどうも思い出すな。この荷物を18番倉庫に、かといって他の連中の名前をまだ覚えてないんだけど、覚えられない。ドルマはそこに書いてあるよ。わかった。今度はちょっと遠いぞ、道に迷うなよ。今度はちょっと遠いぞ。遠いとさ、運ぶ料金が、運ぶ料金ですか、その詐欺じゃないですか。それじゃあノルマが、ノルマって1個あたりなんぼで請け負ってるの、遠かったらさ。本当に遠くて笑うわ、本当に遠くて笑うわ。ほとんどこの港の端から端じゃねえかよ。ここを右、ここを右そしてここを、これは危ないよ、道狭いもので。ここのまっすぐ行って、ここじゃない、あ、18番か。また迷子った、迷子った。おっと、猫ぐらい、いや猫ぐらい引いていいだろうって今言いそうになった。猫ぐらい引いたって、猫は死ぬわ、猫死ぬわ、猫引いたらいかんわ。猫引いちゃった、猫引いちゃった。猫踏んじゃった、猫踏んじゃったって曲って、あれどういう趣旨の知ったっけ。なんかバリバリに引っかかれてお怪我を負うっていう、そういう話だったかな。猫踏んじゃったの歌の意味、救護。あ、こうやって走ってるときは楽しいな。レースゲーム、チョロ Q とか、チョロ Q のなんかあの、街を走るのもあれだけど、結構楽しいよ。電話がかかってる、家の電話が。でも途中でストップすることできんの。おっと、イルスを使いましょう。まあどうせ大した電話じゃないだろうな。どうせ大した電話じゃないでしょう。これ一応ストップできるんか。でも電話取り行ったら動画もストップだもんな。それはできないよ。今家に一人だから気楽に実況撮っているというか、なんかちょっと今雑念が入ってる、雑念が。電話取りに行けよって思うかもしれないけど、まあどうせ大した電話じゃないんだ、どうせって分かってる。自分宛てのじゃないのは分かるかな。自分宛てなら携帯だもんな。そしたら家のなんか用事かもしれないけど、まあそれは留守の時もありますわって、ね、まあ、かけ直してくるでしょ。甘い考えをした。留守番ができてない。留守番すら満足にこなせていない。今日ノルマ何個？ 8 個。8個か。1個450円でしょ？そしたら10個こうなって4500円だよな。10個ぐらいじゃ終わらんと思うけど、この距離じゃ結構10個すら割ときつい、10個すら割ときついんじゃないかと思わせるような。思わせるような距離ですね。ギャルゲーでもやりてえな。なんか原崎あんな感じだったしな。ギャルゲーでもやって、何も考えず甘々なゲームでもしたいな。それがいかんのじゃ、それがいかんのでしょうか。おっとおっと、
俺は買わせないよ。フォロワーさんにいるし。ぐらいじゃないかな。午前使って5個というのは一番今まで少ないパターンかもしれない。割とそんなにミスなくいってると思うけどな、ね、だんだんお金は稼げなくなってまいりましたね。これやたらむやみにやったとさ、あのイベントを起こさなければさ、起こしてるじゃん、あの鍵回ってさ、町を港を鍵回ってマッドエンジェルスへのつながりを探して、ここでイベント起こるかなと思ったところに突っ込んで、顔を突っ込んでいってるけど、頭突っ込んでいってるけど、それをせずにあのイベント起こさずにいたらバイトずっとできたのかな。そしたらお金いっぱい作ってから香港行けたのになってこともあんのかに。でもまあずっとバイトしてたら、あの実況としては面白くないよな。トークになっちゃうから、トークで間を持たせないと、特にイベントも起こらずみたいな日々を過ごすわけだから、それはなかなか喋りによほどに自信、落語家クラスの喋りに自信があるから、場を持たせられないと思う。これやっぱ5個ぐらいは限界だ。5個行けたらいいなってまである。おお、行けるか、あと15分でほぼ行って帰ってができるか。もうあの右の人差し指は R トリガーをこう目いっぱい引いてるけど、こんなスピードだしな。しかしこのシェンムー世界での免許という概念はどうなってるんだ。免許という概念、特に免許を持たずにフォークリフトは運転してるし、特に免許を持たずに中型か大型ぐらいのバイクを走らせてるけど、バイク走ってバイクね、しかもノーヘルで蹴ったりしてるけど、免許なしにいきなりあの挙動は無理だろうと思うんだけど、免許する講習受けずにさ、まずいちょっとああひどいよ、そこにいるのはやめてくれ。動揺しとる。まずコントローラーを落としてしまった。部屋の中に猫が入ってた。今来た。何か喋ったりしないのか、食べてるときには。てか食堂で食えばよくね、食堂あんだからさ。こいつの名前が出てこねえ。どうも、だいぶ仕事慣れたみたいだね。まあ俺の邪魔をしやがったやつだ。いつまでバイト続けるの？決めてないですけど、そんなに長くは。そう、沼久保さんは沼久保さんだって。いつまで続けるんですか？僕はもうちょっとやってみようと思うんだ。みんないい人たちばかりだしね。いい人たちだから続けるのか、ね、まあそれ大事か。せっかくだからやめないでよ。はあ、はあ、マーク。なあリオ。なんだお前ガールフレンドはいるのか。お前ガールフレンドいるのか。いや今はそれどころじゃないよ。それどころじゃない。でも好きな子ぐらいいるんだろ。マーク、どうしたマーク。俺はリオ、お前にどんな目的があるのかは知らん。おだけど彼女の一人ぐらいいてもいいんじゃないのか。なんでそんな怒らなくちゃいけないんだ。マーク、たまにはデートぐらいしろよ、リョウ。
マークの言ってることはわかるよ。でも俺は大切な人を巻き込みたくないんだ。リョウ、お前なあ、マーク。Take it easy、リョウ。もう少し気楽にやれよ。うん。ああ、分かってる。分かってねえ。分かってねえよ。Take it easy が全然分かってねえよ。竹内さん。おう、昨日の夜、騒ぎがあったらしいな。うん？そうなんですか。なんでもバイクに乗った連中が喧嘩したとかで、怪我人が出たらしいで。そこいい話です。ああ。用心しな。柄の悪い連。はい。村上。なあ、村上の名前出てこねえ。お前ってさ、どんな女の子が。原崎みたいな子は来ないです。いや、俺は特に。やっぱ彼女にすんならさ、可愛くて、いじらしくて、一途な子がいいよな。いや、そうだな。どっかにそんな子いねえかな。見つかるといいな。可愛らしくて。葉月君も気をつけて。はい。はい。村上の話聞こう。葉月、こいつら、お前彼女いんの？こいつらなんか彼女の話ばっかしやがって。それどころじゃないしな。いねえ、俺が言うのもなんだけど、彼女がいるっていいもんだぜ。そうか。そうか。近藤さん。プレッシャーをかけてきてる。シェンムーの中のキャラクターたちが。元気。あ、だいぶ。それに前に。そうですか。そうですか。シェンムー世界の住人たちがプレッシャーをかけてる。お前彼女いんの？いや、いねえ俺。彼女がいると。そうか。世界が変わる。まあ実際世界は変わる。プレッシャーをかけてきている。シェンムー世界がプレッシャーをかけてきている。ひたかさん。りょうくん。マッドエンジェルスの取引？取引。りょうくん。何か。いえ、俺は。そう？あまり危ないこと。ええ。じゃあ、もうなんかある、なんか会話通じた。ごめんなさい。それ。え？なんだか危なそうな。大丈夫ですよ。全然大丈夫じゃない。とりあえずゴロに話しかけてみるか。ラッチ開かねえかもしれんけど、取引について教えてくれ。ゴロ。チー。何して。パトロ。まあもういいよ。それ昨日の夜聞いた。この会話の話してる間にも時間が経っていくからね。このシェンムワールドは。酔いそうな走りしてる。あえて酔いそうな走りをしている。もう原崎とも 何もないんだろうなって思うとなんか寂しくなってきたな。あれが最後のイベントだったのかもしれんなと思うと。なんじゃ、マッドエンジェルスの噂にはき、ええ、それも聞いた。じゃあまた。中になんもねえよな。トムに話しかけに行こうか。やっぱシェンムーやっていく中で多少なりとも原崎との交流がトム、hey. 清涼剤になっていたな。マッドエンジェルスのことで奴らのやってると。No. マッドエンジェルスは very dangerous ね。 Dangerous ね。俺はどうしても奴らのことを突き止めたいんだ。リオのファーザーのことに関係があるの？あるのよ。ああ。奴らの取引のことで何か知ってたら教えてくれ。 Sorry 知らないね。これ本当よ。分かった。物騒な会話。ハニーさん。物騒な会話を昼日ながらから繰り広げている。お腹空いてない？空いてない、ね、コーヒーでも飲んでく？コーヒーあるの？すいません、ちょっと用事があるので。釣れねえ。基本的に釣れねえ。港ゲー、港かっぽゲー。食堂行ってみるか。なんかあるかもしれん。あ、でも時間がそろそろだな。20分切っちゃうわ。いいな。今日は特にないね、何も。ただバイトしただけだな。矢田さん。矢田さん。兄ちゃんか。この前喧嘩。あ、ええ、まあ揉め事は困るよ。すいません。怪我しても。はい。そういう問題か。
すいません。はい。マッドエンジェルス。いや、そうじゃない。マッドエンジェルスのことで。見ず知らずのおばさん、親御さんを心配。実はおばさんの息子がね。いや、なんでもないの。ごめんね。おばさん。とにかく変なことに関わっちゃダメよ。なんかあるな。マッドエンジェル。おばさんの独り言だ。暴走族とかなら、実はおばさんの。おばさん。とにかく。なんかあるな。見ず知らずエネルギーを発散させた。実は。おばさんの息子だね。おばさん。とにかく。おばさん、なんか言えよ、そこまで言いかけたの。知ら。はあ。そこまで言いかけたのなんか言えよ。さあ、ここまでにしますか。この食堂出たら終わりにしよう。出たところで終わりにしよう。おうどん、おそば、お中華そばに。ほなまた、パート50、ここまでです。